車地下鉄飛車は、将棋の先方の一つ。主に飛車を一段目に引いた後、飛車を転換して指す。一例として、橋の強車を上げ、一級もしくは九級に飛車を転換して橋攻めを狙う。飛車を一段目に引いた状態を下段飛車と呼び、そこから、橋の強車を上げると地下鉄トンネルが開通したと、みなされる。九筋に飛車を転換すると地下鉄飛車となる。 一筋から九筋まで動く飛車を地下鉄に見立てて名付けられた。下段飛車にした中飛車が八筋に飛車を転換し、向かい飛車にした場合も地下鉄飛車と呼び、九筋だけでなく八筋も含む場合があるが、単なる下段飛車を地下鉄飛車と呼ばずに、風車や右玉と区別して用いる。地下鉄飛車は主にフリー飛車穴熊。 右玉に対する攻撃の先方で八五桂から、飛車、角、酒蔵、左甲を九三に集中して、猛攻を加える。特に、穴熊囲いに対して有効とされ、玉章の退路がないことから即詰めできる場合もある。また、相位飛車で、相手が右玉を採用した場合、その玉に近い場所で攻撃を開始できる。ただし、一段目の駒を、 すべて二段目に移動しなければならないため守備力に優れていても手数がかかり形も制限されあまり用いられる戦法ではない潜り込みをスムーズにするために飛車落ちの下手六筋くらい取り戦法を応用した刺し方が第一から一図第一から五図であるその後の展開は第一から三図第一から五図のように飛車を八、九筋に展開して反撃する この場合、飛車を追い、飛車二球から潜り込むのではなく、右下飛車にして四筋から潜り込む。第一から二図からの展開は、第一から三図のような身の囲いには九筋からの仕掛けと、第一から四図のような銀冠には八筋からの仕掛けと、ある。第一から五図は、石田流で、五手から三六歩同歩四六角三七金、同角なり同計三六飛三八歩に六歩と、 なるので、三六歩にまた三九飛と右辺に戻り、三七金などの反撃を見るような展開も見られる。また、第一から六図第一から八図の後手のように、先手のマスダ式石田流に八筋を伸ばさずに待機し、六二飛から六一から二一または一一に飛車を展開する指し方もある。このパターンでの類似の指し方に左玉がある。 特にアイブリヒシャガンギ模様から向かい飛車にして刺す高田、竜座玉が知られ、玉を左に囲った構えをしており、上部に手厚く大駒交換後の打ち込みに強い戦法であるほか、汎用性が高く、六筋が取れれば、基本的には、すべての振り飛車に対してこの戦法を使うことができる。その組み方は、 先手5七銀型で6筋の位を取り、飛車を8八に振ってから下段に引くというもの。振り飛車の例としては、第2から1図は島飛車対防銀で先手島飛車側が4五歩ポンを仕掛けて、角交換し駒組みを進めた局面。3三系は、この手で6四歩では同歩同銀に4五歩を警戒している。以下同歩ならば4四歩。 これを同金とすると六四飛同銀七、一角の筋があるので、これを嫌ったもの。しかしこのため一筋が弱くなるので、第二から一随加は二七銀六四歩同歩、同銀右三八金で六五歩とし、以下一八五七三桂一五歩同歩六九、飛七八角一九飛。振り飛車側は六九飛には七八角の筋があるので、端に手をつけてから飛車を引く。 いかに二玉であると一六歩八七角成一五歩、一三歩三五歩同歩三四歩,歩同金一四歩、同歩同,歩同行一二歩三二歩が、進行例。第二二から三図から二から四図は1984年の、第四十二期名人挑戦者決定リーグ戦の先手、大山安春対五で、淡路一志茂戦。後手拒否者が六四銀右先方から六五歩本を、誘って、 角交換した局面。角交換後の一飛車側陣形は、比較的左端が弱くなるので、図のように地下鉄飛車にして、端を狙う指し方は多い。この後先手は二から三図から一五歩同歩六六、銀八六飛一三歩同行六八角八、八ひなり一三角なり同桂一四歩三一玉、一三歩星四二玉四六桂ツと進む。ありがとうございます。